おはようございます。11月1日あと今年も2ヶ月になりました。さあ今年はどうだったでしょうか。また年末皆さん忙しくなりますけど、今日がハロウィンなのかな。そうなんかハロウィンを違った形で捉えられてる方がいらっしゃるので、私は日本は寛容寛大な国だと思ってるので、ハロウィンで皆さんがね、コスプレいろんな衣装を着て楽しまれることに関しては、もうクリスマスみたいなんで全然構わないんですけど、なんかいろんなフェイスブックで悪魔のなんとかなんとかって言われるけど、あれ日本でいうニーナメ祭と一緒で、そもそも元来始まったのは秋の収穫を祝うイベントとして始まったはずです。で今ではかぼちゃでいろんなもの作ってますけど、昔は確かカブで始まったはずなんですよね。当時まあ歴史から見たらですね、私その時代に生きてませんから。まあかぼちゃでも可愛いし いいと思います。別にそこに私がどうこう文句を言ってるわけじゃございません。ただで10月30日かな、31日か30日かなんかが昔で言う あちらのそのこれが始まった国では大晦日になったはずなんですよね。まあだから大晦日でに収穫を祝ったみたいな感じだったみたいなんで、まあなんか不吉なことをいっぱい言われてる方がちょこちょこいらっしゃいますけど、そうじゃなかったはずなんですよね。まあいろんな捉え方もあるし、ただ歴史は正確に学ばないと、それをフェイクを信じて鵜呑みにされる方もいらっしゃるので、できるだけ真実に近い歴史を学ばれて発信されたら良いかと私は思います。でまあ一人の国民としてすごいこの間残念だったのが、すいませんね、国政を語って私ごときが、まあ、国民の一人なんで語っていいと思うんですけど、自民党で今政府の官房長官の松野官房長官が先日 G7 から発せられた声明で、ハマスっていうテロ組織、今イスラエルとハマスが戦争状態になってますけど、最初に突然ミサイル撃ち込んで220人の拉致をしたっていう話だったですよね。でそのことによってテロ的な攻撃を行った上に220人の30カ国ぐらいの方を拉致したっていう話だったですからね。ごめんなさい、間違ってたらごめんなさい。で G7 の声明としてテロと拉致に関して抗議の声明がなされたはずなんです。それに今年は G7 の議長国は日本です。なのに日本だけ、他の6カ国はそれ共同声明出したのに、 G7 の議長国である日本がその共同声明には一切参加していない。いや大問題です。でそれの言い訳が、松野官房長官が言われたのが、その拉致の中に日本人がいないから、この声明には共同声明を出さなかったみたいな話でしたよね。自民党の方は、これとか政府にいらっしゃる閣僚の方は、この
生命一回見られて OK 出したんですか、それとも知らなかったって、もうどうせ後から知らなかったぐらいに言うんですけど、言うんでしょうけど、あの日本は北朝鮮にまだ何人も拉致されたまんまです。その方々を救うために他の国から圧力をかけていた、政治的圧力かけていただいて、早く拉致被害者を日本に取り戻したいって一生懸命やってるはずです。もう安倍さんが亡くなったら辞めたんですか、それ。本当に残念。で、今度は他の国が拉致、他の国の人が拉致されたら、いや、僕、日本人がいないから、いや、それは私、避難しませんよ、みたいな。は?自分たちはお願いしといて、他の人たちが困ってる時に何もしない。そんなことやってたら、日本がもし有事で攻められたら、どうするんですか?あ、僕たちの国のことじゃないから、もういいで、あの、好きにやってくださいって言われたら、どうするんですか?もう本当にこういうとこが、もうなんか、岸田さんって5年以上外務大臣安倍さんの下でやられてて、外交に関しては本人プロだと思ってるんですよね。私おかしいなと思ったのが、もう数ヶ月前ですかね、サウジアラビアのあの皇太子のとこ行って、あのガソリンを、あの原油を増産してくださいってお願いに行きましたよね。だけど何にも増産しないし、円安で高止まりというか、まだ伸びてるのかな、高止まりしてるのかな。あの外交がプロなら分かるはずです。日本が単独でサウジアラビアにお願いしたって、向こうの国からすればどうでもいい国なんで、ただあの輸出してって買ってくれる、これがあの買ってくれるではなくて売ってやってるよっていう姿勢の国に、あんななんか対等って、本当は対等でいたいんだけど、お願いもうちょっと安くしてって頼んでる方が言ったって何も怖くないし、あのやはりアメリカとかいろんなとこに協力してもらって圧力かけてもらわないと、日本は軍がないんです。立て付けとして自衛隊はあります。英語ではアーミーって言うから軍隊なんですけど、憲法上軍隊は保持してないんです。なので、あの普通に考えてください。どんなに文句言っても向こうは殴ってこないよね。どんなに何したっちゃあの武器使ってこないよねっていう国に、何も怖くないのは普通なんです。なんでアメリカをみんな怖がるかって、あんまりアメリカにいらんことしてたらこっちがなんかやられるよね、だからちょっと言うこと聞かなきゃねってかあるんですよ。で、30年前、なぜ日本の意見がよく通ったかってよく考えてください。経済大国第2位、GDP 第2位で、あの、金持ちの国ってみんな思ってたんですよ。世界が当時は。ね、あの、ニューヨークでしたっけ、あそこのあの、でかい看板はソニーって書いてあったり、もう本当にジャパンマネーが世界を席巻してたんで、よく考えてですね、あのやっぱり当時資金繰りに苦しい国やまだ発展途上の国は日本さんお願いって言ってお金がやっぱ言えばくれたり貸してくれたりしたんで、言うこと聞いてくれて、すごく日本ってすごいよね、すごいよねって、歴史的にあの尊敬されてる、日本を尊敬されてる国も多々あります。その他はお金欲しさなんですよ。よく考えてください。その後中国が台頭してきて、あの
お金貸すよ貸すよって言ったらみんなそっちになびいたじゃないですか。あれって昔の日本と同じなんですよ。30年以上前の、もうちょっと冷静に、あの、私より全然頭のいい方々が国会議員になってたり官僚だったり政府なんでしょう。わかりますよね、それぐらい。で、今回の松野官房長官の日本人が拉致されてないから共同声明に入らなかった、こんな愚策ってありますか。いや、もうこれ本当に日本が後々相手にされなくなりますよ。よく考えてください。台湾有事よく言われてます。今度の1月、来年の1月、台湾の総統選があります。このまま与党の方が勝つ勢いです。いいですか。そうなった時に本来あったらいけないんですけど、習王朝である中華人民共和国、まあ中華人民共和国が動くわけじゃないんですよ。皆さんちょっと勘違いしてるのは、あの、中華人民共和国っていうのは総理大臣とか、あの、外務大臣みたいなのがいるんですけど、ほとんど権限ないです。すべて中国共産党の持ち物なんですよ。だから中華人民共和国には軍隊はないんです。中国共産党に軍隊があって、それと同じように国を持ってるだけなんです。それは多分皆さん分かってますよね。そして中華人民共和国の今トップは習近平主席、まあ習王朝のようなもんです今で。習近平さんが行くぞって言ったら台湾は囲まれてすぐに有事になります。その際についでだっつって日本の領土である尖閣諸島プラス沖縄まで私は占領してくる可能性があると思っています。もうこれ多分5年か10年ぐらい前にはもう中国共産党は沖縄まで中華人民共和国の一つだっていうなんか発表されてましたよね、確か。もう本当にとんでもないことをやるんです。で、どうせ立て付けは、いや昔日本は清国からあのに侵略して領土を傀儡の国を作ったじゃないかとか、このもうそういう歴史的なことをですね絶対言ってくるんです。もうああ言えばこういう状態になってくるんです。それに対抗しなきゃいけないのが外交なんですよ。そのために日本は何を選択したかって言ったのは、 GHQ の占領統治の後に欧米的な日本あの考え方を日本で進めていくことを決定して、今皆さんがそれなりに自由に話をできて民主主義的な選挙とかいろんなものがあるのは、その選択したことが今の状況なんです。それぐらい分かってらっしゃいますよね。もしあの時に戦争に負けてなくてあの頃の日本のまんまであったら、もしかしたら確かに天皇をあの一番上とする体制であっても、その下の軍部が必ず今でいう中国共産党や北朝鮮みたいに社会主義的、下手すりゃ共産主義的な国になってた可能性だってあるんですよ。これは歴史に if がないので何とも言えませんけど、民主的なことが完全にやられたかというと疑問符がつくような気がします。まあ本当にあの拉致被害者の方々年々年々年を取られてます。あの小泉
総理が取り戻して以来全然帰帰国させてもらってません。その中でああいう声明に参加せずに日本はとんでもないことを発表する、これは早く訂正させた方がいいです。自民党の方々、訂正させた方がいいです。そしてよく皆さん考えてください。自民党に投票した方、いや僕は投票してない、私は投票してないよではなくて、自民党に勝たしたということが今の結果につながってるのも確かなんです。先週の世論調査、確かに支持率は下がっていますけど、自民党にまだ20何パーセント、まあそれはみんなの思想なんで自由ですけど、この状態でお気を据えられないっていうのも私からするとすんごい残念な話です。さあ国民の皆さん、しばらく選挙ないかもしれません。この支持率で多分選挙しないでしょう。でも一人一人がよーく情報を仕入れて本当の状態を見極めて、次の選挙に対して誰に入れるべきか、どの党に入れるべきかしっかり考えてやるべき時ではないでしょうか。国民の皆さんにこの日本国は必ずかかってます。よろしくお願いします。